お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。このお手紙ヤギの編み会というタイトルの動画は、おしゃべりがメインの編み会のようなスタイルの動画になっています。皆さんもぜひお茶とおやつと編みかけを用意して、一緒に編み物の時間を楽しみましょう。それでは始まります。今日はまず完成品の紹介をしようと思っているんですけど、2つあります。1つ目がこちらの、これは前の動画で編んでたと思うんですけど、さえちかさんの編み物本のノマドのニットという本の中に載っているフェルトのエッグバッグという、こんな手提げカバンのパターンです。こんな感じに仕上がりました。本だと1色のバッグなんですけど、私はこんな2色のストライプにしました。これの指定糸がアイステックス社って読むのかな？アイステックス社っていうところのアラフォスロピーっていうアイスランディックシープ 100% の極太の糸を使ってるんですけど、私は同じくアイステックス社のこのプラターロピーっていう糸を使って2色持っていたので、2色の編み込みのストライプの模様にアレンジしてみました。で、この糸が指定のアラフォスロピーと比べると2段階ぐらい細いウーステッドぐらいの糸で、そしてこんな感じのほとんどよりがないロービングヤーンっていうタイプの糸なんですね。そしてこんな風にフェルト化も施すパターンだったので、まずはゲージの調整が必須だと思って、同じサイズのスワッチを2枚編んで、1枚だけフェルト化して、その変化を観察したりして、きっちり準備して取り掛かったんですけれども、これフェルト化後なんですけど、フェルト化する前の仕上がりが結構大きいなっていう感じ。特に縦に長い仕上がりになっていて、なんかフェルト化でちゃんとサイズ指定に近づけることができるのかなって思ってたんですけど、しっかりめにフェルト化してみるとこんな感じで仕上がりました。ちょっと寸法を測ってみようかなって思うんですけど、確か本だと30センチ30センチぐらい、横に30センチ縦に35センチぐらいだったと思うんですけど、私の仕上がりは横に36センチと縦が56センチなので、やっぱり本の仕上がり寸法と比べると、だいぶ大きいサイズにはなっちゃったのかな。
って思うんですけど、でもまあ普段使いするには結構使いやすい、むしろ使いやすいぐらいの大きさなのかなと思っています。あとね、あのフェルト化したのでこんな感じで、まあ多少伸びはするけど、あのフェルト化しない編み地よりかは全然伸びない、しっかりした生地感が出たと思います。このバッグのフェルト化は一回スワッチでフェルト化の作業を一回やってるので手順自体は迷わなかったんですけど、なんかあのやっぱり大きいのでスワッチに比べると縮汁の作業はね、水も含んで重くなるので結構力仕事でした。あとすごい毛が抜けていくし、あのつけてる水もこの色の染料が落ちてるのか、もしくは羊の毛の元からついてた汚れがまだ残っていてそれが落ちてきてるのかわかんないけど、結構水が濁ったなっていう印象です。でもこんな感じに綺麗に仕上がってくれて満足しています。これが糸量がちょっと測ってみようと思うんですけど、これがだいたい 100g、99.7g で、糸の余りが 97.6g なので、まあ、一色で編むとすると、だいたい一玉でギリギリ足りるかなっていう感じですね。一点目は、フェルトのエッグバッグを完成しました。そして2点目は、本当は今日これを編みながら動画を撮ろうと思っていたんですけど、なんか思いのほか早く編み上がってしまったので完成品の報告になっちゃうんですけど、これがこれがリサ・シュミットさんのデザインのアリオーゼソックスというフリーパターンですね。これがですね、こんな感じの、こう、斜めのフィッシュボーンみたいな感じの透かし編みの模様の靴下なんですけど、編み方はカフから始めるカフダウンのパターンで、あの、フリーパターンにしてはオプションもパーツごとにいくつかついていて、まずこの、かかとから上の部分の模様編みですね。これが、私が編んだような全面模様編みにすることもできるし、もう一つは、前の部分。この前の部分だけ模様編みっていうオプション、二つのオプションが選べて、あと、かかとも私はジャーマンショートローを選んだんですけど、もう一つヒールフラップのタイプも選べるっていうパターンになっていました。で、つま先は、両側から減目していくタイプで、ちゃんと、こう、つま先に向かって自然な丸みができるように、減目のピッチも細かく設定してあるっていう、フリーパターンにしてはすごい優秀なパターンなんじゃないかなと思うんですけど、一個だけ、この、つま先の減目のところが、なんか、パターンエラーのような気がしたんですけど、K2 トグと SSK の記述逆じゃないって思ったので、そこだけ私逆にしたんですけど、あとは全然アレンジは加えず、パターンのままの目数とか段数で編んでます。で、ちなみに私は足のサイズが 23.5cm なんですけど、この模様が、15目6段っていうのが一単位の模様で、これが、このかかとに入るまでは6リピートして、で、かかとから足先
までの模様は10リピートっていう感じで作って、それで履いてみた感じのフィット感は結構タイトめなぴったりぐらいのサイズになりました。で、この透かし模様はね、単純なのですぐに覚えられて、チャートがついてるんですけど、一模様編むともう覚えちゃうので、すごいサクサク編み進められるパターンでした。で、ちなみにこれがゲージが32目っていうことだったんで、私はいつもシンプルなメリヤス編みの靴下とかだと、だいたい US05 号を使って作り目60目で編むとちょうど良くなるので、いつもそれを使っているんですけど、ゲージが32目っていうことだったので、今回は針サイズを一つ落として US00 に変えて編みました。で、仕上がったもののゲージを測ってみたら31目くらいだったので、パターンと比べると若干ゆったり、若干大きめになったはずなんですけど、履いてみると本当ジャストフィットな感じの仕上がりになりました。ちなみにこの靴下で使った糸は自分で草木染めした側ヤーンなんですけど、アメリカセンダングサっていう草、結構どこにでも生えてる雑草なんですけど、それを秋口ぐらいに花が咲いて種ができかけたぐらいの時に買ってきて、茎と花の部分を使って染めてみました。アルミ焙煎でこんな綺麗なオレンジ色になります。で、2点目の完成品がリサ・シュミットさんのアリオーゼソックスでした。ということで、靴下はもう動画撮る前に仕上げてしまったので、編むものがなくなっちゃって、今日はなのでプチニットさんのクラウドセーターっていうパターンに使おうと思っている糸のスワッチを試し編みしながら動画を撮っていこうと思います。クラウドセーターに使おうと思っているのがこのカティアのコンセプトヨガっていうコットンと、なんだっけ、コットンとウールのコンボのリリアーンみたいな感じのこの糸と、このね、糸リコさんで買ってきたモヘア、ウール 15%、モヘア 55%、ナイロン 30% という素材のモヘアを引き揃えて編もうかなと思っているので、早速これを編みながらおしゃべりしていこうと思います。これがパターンの提案だと、ライトフィンガリングとアランぐらいの太さを引き揃えて、バルキー程度の太さの糸の想定で作ってあるパターンで、ゲージが17目26段で、針のサイズが US75 4.5mm っていう風に書いてあって、私いつもプチニットさんのパターンは割とその指定の針の号数の通りに編んでちょうど良くなることが多いので、今回も US7 号でひとまず試し編みをしようと思っています。今日はどんなお話をしようかなと考えていたんですけど、この動画が公開されるのは多分2月に入って2月初旬ぐらいだと思うので、バレンタインが近いので、ちょっとそんな感じのテーマでお話をしてみようかなと思っています。それで今日はね、バレンタインにちなんでちょっと特別なおやつを用意してあるんですけど、それがこちらです。私が気に入って毎年バレンタインの時期に買ってくるチョコレートなんですけど、ミシェルブランっていうショコラティエのお花の香り、スミレとかジャスミンとかお花のフレーバーばっかり集めたガナッシュのセレクションなんですよね。
ちょっと開けてみようと思います。こんな感じの5粒お花のフレーバーのトリュフチョコレートが入ったセレクションになっています。これがですね、どんなフレーバーが入っているかというと、こんな感じ、ジャスミンとかメロリーとか、スミレとかローズ、ラベンダーっていう感じのセレクションになっていて、これがすっごいお気に入りで、ほぼもうこの何年ぐらいだろう、この5、6年ぐらいは毎年これを買うのを楽しみに、バレンタインの前になるとワクワクしてくるんですけど、今日は何味にしようかな。ちょっとね、高級なチョコレートなので1日に1個食べて贅沢な気分になるっていう感じで楽しんでいるんですけど、今日はね、それでお茶をね、無印で買ってきたジャスミンティーを入れたので、じゃあ合わせてジャスミンをいただこうと思います。ちなみにこのお花のフレーバーばっかりのセレクションがフロリレージュっていう名前のセレクションになります。ちょっと作り目をしますね。皆さんバレンタインはどんな感じに過ごしてますかね。まあ、なんか最近は職場で義理チョコを渡すっていう、なんか謎なバレンタインの文化もこう世の中的に廃れつつあるのかなって思うんですけど、ご家族とか彼氏さんとかお友達とかにあげる方もいれば、何もしないっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、私は最近はもっぱら夫にしかチョコレートは渡してなくて、あとはもう自分用に買う方がメインになってしまっているんですけど、その昔結構そういうバレンタインに義理チョコを渡すっていう文化がちゃんとある職場にいた時は、同僚の方たちと相談してお金を出し合って男性の社員さんたちに渡すみたいなこともやってたりしたんですけどね、最近はそういうのを好まれないのかなって思うし、その人によってはもう男性の方からそんな気を使わなくていいので来年からはなしでみたいな感じで言ってくれる方もいたり、私もなんか職場の何の感情もない人になぜわざわざチョコレートをみたいな気持ちはあるんですけど、まあチョコレート自体はもともと大好物なので、なんかそういうイベント、そういう行事みたいな時にチョコレート買ってくる係は割と積極的に私やりますみたいな感じで引き受けてたりしました。もうそのバレンタインの時期になると結構百貨店でもね、催事でいろんな普段見かけないような美味しそうな高級なチョコレートとかが一堂に集まっているので、それを見に行くのは結構楽しみではあったんです。で、そういう感じで職場のバレンタイン用にチョコレートを探しに行って見つけたのが、このご紹介したミシェル・ブランっていうショコラティエなんですけど、これをね、その催事の会場で
試食させてもらって、すっごい美味しくて、そっからずっとファンで、毎年自分用に、このフロリレージュっていうセレクションを買ってくるっていうのをずっと続けてるんですけど、夫に渡す分は、毎年まだ食べたことがない新たな美味しいチョコレートを開拓するっていう、まだ買ったことのないブランドのチョコレートを選んでるんですけど、自分用はもうミシェルブランのフロリレージュが定番っていう感じになってます。じゃあちょっといただいてみようと思います。1年ぶりです。やっぱ美味しい、間違いないですね。で、このミシェルブランっていうショコラティエは、日本だと名古屋にしか店舗がないんですよ。で、一応そのオンラインストアでも取り寄せできるんですけど、まあ私は1年に1度のお楽しみということで、あえてオンラインストアではお買い物をせずに、バレンタインの時期にだけ、関東の百貨店の方にも出店されるので、その機会にいつも買っていただいてます。でね、私はチョコレートも大好きなんですけど、お酒も結構好きで、お酒好きの人って、そんなに甘いものは好きじゃないっていう方の方が多い傾向にあると思うんですけど、私は両方好きなので、結構お酒とチョコレートを組み合わせる時もあるんですよね。結構、チョコレートってお酒と相性いいんですよ。なので私が今までにやってみて、この組み合わせは最高だったぞって思うものをいくつかここでご紹介したいなと思うんですけど、3パターンあります。1つ目は日本酒とチョコレートの組み合わせなんですけど、日本酒は結構ね、純米酒とか大吟醸とか種類があるじゃないですか。その米の磨き方で大体分かれてるんですけど、私はね、その中でも一番お米の磨き度が高い純米大吟醸っていう種類がチョコレートとの相性がいいと思うんですよ。なぜかというとですね、すごい甘みがあるんですよね。で、香りも、なんかね、なんだろう、フルーツみたいな、いい感じに熟したバナナみたいな香りがするんですけど、これ、お酒好きの方には分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、なので、純米大吟醸は、こう、常々私は食事よりもスイーツとの相性の方が、いいんじゃないかなって思っているんですよね。なので結構いろいろなでもないか、ちょっとこうチョコレートとの相性いろいろ食べ比べてみたんですけど、その中でも私はラムボールとの相性が最高だなと思いました。ラムボールっていうのはですね、どういうお菓子かと言いますと、私はいつも横浜の元町商店街の中にある老舗の洋菓子屋さんの菊屋さんっていうお店でラムボールを買うんですけど、すごい名物なんですよ。菊屋さんのラムボールはね、すごい昔からあるらしくて、お店自体の創業が大正13年らしいです。で、中でもラムボールはすごい有名なお店の看板商品みたいな感じなんですけど、菊屋さんのラムボールは結構外側がしっかりチョコレートでコーティングされていて、中身がチョコレート味のスポンジケーキに結構しっかりめにお酒が含ませてあって、で、生地の中にラム酒漬けのレーズンが結構いっぱい詰まってるっていう感じなんですね。
で、なんかラムボールってちょっとインターネットで調べてみたら、発祥がどこかわかんないけど、結構イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドとかいろんな国でクリスマスシーズンに人気のお菓子なんだそうです。まあ、ラム酒が入っているのでお酒との相性がいいのかなっていう感じですね。一つ目がその日本酒の純米大吟醸とラムボールの組み合わせで、二つ目がこれはビールとチョコレートなんですけど、一見合わなそうに思えるじゃないですか。でもビールも種類によってはすごいスイーツと相性がいいものがあって、私のおすすめはベルギービールの黒っぽい色のベルギービールとベルギーワッフルのチョコレートワッフルがおすすめなんですけど、それどこで発見したかというと、ベルギービールウィークエンドっていうビアフェスがあるんですよ。なんだろう、ビアフェスというとオクトーバーフェストが有名ですけど、ベルギービールウィークエンドはベルギーのビールばっかり集めたビアフェスなんですね。で、あのベルギーのビールと、あとおつまみもベルギーの郷土料理っていうか、ベルギーで食されているお酒のつまみみたいなのが提供されていて、そこでベルギーワッフルも売られてたんですね。なのでなんかなんとなくで試してみたんですけど、すごい美味しいっていう組み合わせがあって、なんだっけな、なんか私こんな風にビアフェス好きすぎてファイリングしちゃってるんですけど、なんだったかな、なんかベルギービールって結構いろんな種類があるんですよ。よく知られてるのはホワイトビールとかかなと思うんですけど、ホワイトビールの他にもなんかトラピストビールとかランビックビールとかいろいろ種類があるんですけど、その中でもね、色が濃いめの、何だったかな、確かね、多分これだと思うんだけど、ノンケルパーテルっていうなんかメモってる、このノンケルパーテルっていうベルギービールとベルギーワッフルのチョコレートがかかったやつがすごい相性が良かったなっていうので覚えてるんですけど、なんかね、このノンケルパーテルの説明書きを読んでみると、バニラ、チョコレート、コーヒーを感じられるクアドルペルのような贅沢な風味とダブルのような滑らかさを合わせ持った独特のビールですって書いてあるんですけど、結構色が濃いめのブラウンみたいな色味なんですね。で、大体そういう色味のビールってコクと苦味と甘みと香りが強くて酸味が少なめなんですよね。そういうタイプのビールだと甘みとすごいよく合うんですよ。このノーケルパーテルっていうやつ以外にもチョコレートフレーバーみたいなのはいろいろ種類があって、他のも飲んでみたと思うけど、全部ベルギーワッフルと組み合わせるとめちゃめちゃ美味しいって思った記憶があるので、めっちゃおすすめです。ぜひ機会があったらやってみてください。なんかこのベルギービールウィークエンドって私のファイリングだと2019年が最後になっているので、もう5年ぐらいご無沙汰してるんですけど、ちょっと冊子を読んでたらまた行きたくなりましたね。スイーツとの組み合わせがいいなって思った三つ目は、黒糖梅酒とチョコレートアイスなんですけど、黒糖梅酒ってあんまり見ないんですけど、町屋から出てるのがあったと思うんですよね。で、その一時期その黒糖梅酒を仕事終わって家に帰って毎日晩酌してたような時期があったんですけど、ふと思い立ってカップのアイスあるじゃないですか、こういうカップに入ってるアイス、
あれを一口二口真ん中の部分を食べて、こう溝を作って、そこに黒糖梅酒を流し込んで食べてみたらめちゃめちゃ美味しくて、その池みたいな感じにした縁の部分がアイスクリームの冷たさで、梅酒がちょっとシャーベット状になって、なっているところがめちゃめちゃ美味しくて、割らずにそのままアイスに注ぐんですけど、無限に飲める状態になっちゃうっていう危険な組み合わせです。確かアイスはモーのチョコレート味って期間限定だったと思うんですけど、それでいつもやってましたね。他のものでもきっと合うと思うんで、気になった方はやってみてください。今日はこのぐらいにしようと思います。今日はちょっと短めの動画になるかな。あんまり喋ってないですけど、ちょっとだけスワッチ進んだけど、こんな感じになりました。どうかな、クラウドセーターに合うといいですよね。意外とこの段染めがはっきり出るなって思います。ということで、今日も脈絡もなくオチもないおしゃべりに最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。